この配信ではですね、ゆるくですねゲストさんとね2人で、うん、まあ、お酒の席でしか言えないようなぶっちゃけ話とか、まあ、下ネタとかねしていこうと思ってますと。はい、下ネタじゃないんですけどね別にね。なんか勘違いしてましたけどこの人。そう、下ネタを話せないと差し飲みできない。そんなことないからね。はい、ドン、第一印象、イエーイ。わあ、第一印象。え、待って、ステルちゃんとさ初めてコラボしたの何？え、何何？いや、メイド喫茶、メイド喫茶じゃね？懐かしい。第一回が2019年12月だって。え、じゃあ4年前じゃん。4年前。ここか、はじめまして。じゃないか、なんか団体のコラボだったからね。そうそうそう。あ、ただ初めて多分リアルで会ったのは、うん、両国じゃない、バーチャルトゥーライブの時。うわー、そうじゃん。結構エル、その時今よりめっちゃ原宿ファッションだった記憶がある。いや、うん。え、覚えてる？覚えてる。私ね、めっちゃ好きやからめっちゃ可愛いと思ってた。だけどなんか実際、うん、私なんかめっちゃおもろいなって思って。え、どのタイム？いや、もうそれはあれ、うん、あのトイボックスだっけ。あー、いや、だよねだよね。もうね、大好きになって私エルちゃんのこと。お近づきになって、そう、めっちゃ嬉しかったですね。その後なんか飯行った時になんかほんまにエルちゃん好きみたいな。マジで好きになって私エルちゃんのことが。エル好きって言われると好きになっちゃうから。ちょろ。次のトークテーマ、掃除。出たー。ちょっと、いやー、これは、うん、ズボラでしょ。そうね、最近やっと推しグッズとか集め始めたから、うん、それを並べるために綺麗になったよって言ってたんだけど、でも最近パソコンデスクにまたカビたお茶を産んでしまってからは、あ、やっぱりまだだったなって思って、お部屋キャラをやだよ。卒業できる。一応ね、写真撮ってきたけど判定してほしい。うん、虫がいそうって言われてるけど、そういえば昨日ね、コラボ前になんか天井に虫がいるのを見てスプレーかけるだけかけてね、地面に。あー、ちょっと待ってください。なるほど。いや、思ったよりやわ。あ、あ、よかった。ただちょっと待って、これ何、ちょっと待って、これ何、この、あの茶色いファンデーションの、な、え、これ何、これでかい、これ何。うん、あのコンシーラー漏れてる。 でかくないこれ、漏れ、え、グロい、グロいよ、なんか漏れ出たコンシーラーの液が。なんでさ、お部屋の住人ってさ、ダンボールをさ、畳めへんの。これまだ中に物が入ってる。いやいや、そう、そうよね、そうよね、わかる。物が中に入ってるからってその場に置くよね。ちょっと待って、なんかこれ何、コインの横にコインじゃないのがあるよね、これ何、腐ったハッピーターンみたいなやつ、何これ。これは別に作ったメダル。ハッピーターンって言ってごめんなさい。なんか足の踏み場はあるよね、まだ。あ、そう、つま先立ちである。そうね、つま先立ちってちゃった。いやいや、アスレチックだから。当時コラボはもうしません、絶対にしません。嫌です。嫌レベルか。スコヤやばかったから。でも、でもね、スコヤちゃんのうち行ったことあるけど、その時は、え、綺麗だと思ったけどね。いや、でもダメだ。これ目くそ鼻くそなんよ、ほんと。それ50歩100歩なんよ、ほんと。お部屋の住人がお部屋見ても何とも思わんの。ちょっと安心しました。あのね、結局ね、カップ麺とかのなんか残り汁とか。そうだよね。そうペットボトルそのままとかが一番怖いから、うん、前、上京して初めての借りたお部屋で、うん、もう飲み終わったお味噌汁を数日そのままにしてて、うん、お味噌汁の残りが干からびたところを見たときに、なんかリア友の子に本気で引くし、麺切ろうかと思うって言われたときに、なんかあの、これ飯系はダメだって思って、そう、本当にごめんなさいって言って、それでさすがに反省した。ありがとう友人、あなたのおかげで少しマシになりました。お部屋の住人は捨てないのよね、物を。え、わかる。それ何って聞いたら、お母さんにもらったバレンタインの箱っていうの。あー、いや、取っちゃう、取っちゃう。箱、え、中身はもう食べたよ。え、え、ってあ、そうなんだ。エルはね、一個残してることあった。ダメなんかもったいなくて、目をハートにしてね、ご本人にまだ取ってますからって言ったら、いつでも買うから捨ててねなんか違うんだって思って、これがエルなりの愛情表現っていう
というかその面白すぎる。そこで気づいた、なんか違うんだって。なんか気づきを得らしてくれる方が周りにいてよかったよね、エルちゃんは。うんうんうん、そうだね。今日ね、多分確かにね、冷蔵庫はね、私もね、結構放置しがち。奥の方とかは賞味期限切れたやつとかね、結構あるかも。それはね、ちょっと気持ちわかる。そう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 、期限切れた、期限切れのドレッシングとかは結構あるから、結構使うんやけどね、別に私それあるある。なんか初恋は初恋、もう幼稚園とかだね。かわいい。なんかその時は動機が不純で、周りの女の子がみんなあの子かっこいいって言ってたから、じゃあエルもちょっとわかるかも。バレンタインであげてた。小学校ぐらいの年齢の時が一番なんか好きな人が多かった時期で、1年生ぐらいの時に好きな人ができた時には、なんか両思いになったんだけど、好きだよって言って、うん、僕もってなったんだけど、ある日その男の子が他の女の子と一つの絵本を二人で見てる時があって、それに嫉妬して別れるって言って別れた。可愛くない？でも小学1年生ぐらいだよ。可愛い。いいね。許せなかったか。今の年代で言ったら、例えば一つのイヤホンを二人で分け合うとかでしょ。付き合ってない人と。許せない。嫉妬しちゃうか。うん。ギラ君。もう許せない。結構いる。メンヘラなのかもしれない。なんだ、重いのかな。いや、重くないんじゃない。やっぱ小学校の時やな、だって。まあまあそうね。それは小学校の時ね。確かにな。けどちょっと嫉妬深いのはあるかもね。なんかそれをなんか抑えるようにしてるのかもしれない。かわいい。3,40 年前くらいに、なんか超メンヘラ期っていうのがあって、その時になんか、お前の嫉妬重いよ、そのメンヘラ直さないともう無理だよって言われた時に、頑張って直そうと強制して、なんとかクソもメンヘラ時期は出したんだけど、まだその片鱗が今も残ってる。残ってる。全然掘り返せばなるのかもしれない。戻ってきちゃう。戻ってきちゃうかもしれん。そういうエルちゃんも見たいけどね、なんかメンヘラエルみたい、ちょっとみたいな。尽くす人やな。いや、尽くしちゃうのかな。絶対尽くせへん。私は逆にメンヘラ戦争期って言われてた友達に、追いかけたくなっちゃうんだ、ランナちゃん。いや、多分ね、私と付き合った人みんなメンヘラになってて、すごい明るい人と付き合うの、けどみんな最終的にメンヘラになって。ランナちゃんと付き合って明るくならない。いや、私が多分想像つかない。逆に恋人じゃなくて友達とかと遊びに行ってしまうから、それが多分耐えられへんくなるんやろうね。とある男性は夜中電話かけずっとかけ続けられたりとか、とある男性は共通の知り合いとかに全員に早瀬と遊ばんといてっていう LINE とかを送ったりとか、もう一人は泣きながら俺のこと好きって言った。でも可愛いかもそれ。めっちゃ好きかもいる。それ重いのいい。全然重くないの初めは、けど壊しちゃう。男性のタイプはメンヘラにならない男かな。メンヘラダメか。私けどメンヘラめっちゃ好きなのよ。どういうこと？メンヘラの子はめっちゃ好きなの。自分がきっかけでメンヘラになるのが嫌だ。いや、そう、自分がきっかけでメンヘラは嫌やねんけど、メンヘラの友達はめっちゃ多い。私の友達もいつもなんかもう口癖みたいに、もう死にたい死にたいって言った子がいたけど、いかに私はそいつを笑わすか、そういうなんか、優しい、そういうなんか意地になるみたいな。ようやん、もうわざとなんか、な、今何で死にたいみたいなの聞いたりとか、一笑いか二笑いか絶対させようみたいな。連れてってくれるんだ、明るい方に。ちょっとね、煽ってるように聞こえてくさ、ほんまそれ煽ってたかもしれん、実際。いや、でもそういう存在欲しいって思ってもなかなかいないよ。なんで独り身なんだ、うるせえな。うるせえよ、黙れしちゃい。ほんまに今年のクリスマスもお前らに取られたしな。リジャは忙しいの、クリスマスは。で、じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。ありがとう、本当にめっちゃ楽しかった。いやマジで、そんな下ネタじゃなかったでしょ。あ、そうね、今のままのポテンシャルのままを引き出してもらった感じ。
そう、そんな無理しませんから私。